谷正叶は、中華民国の政治家。中国国民党に属し、兄の谷正とも、谷正つなも、同党や国民政府で養殖につき、彼らと共に、谷氏三兄弟と称された。字は、メイクルル。奇襲小立初級師範学校を卒業し、54、運動期間中は、奇襲学生連合会主席を務めた。1922年、 兄の谷正綱と共にドイツに渡りベルリン大学で政治、経済を学んだ。1924年、兄弟で揃って中国国民党に加入する。1925年、やはり正綱と共にソビート連邦に向かいモスクワ中山大学で研究に従事した。1927年8月に帰国し、北伐中の国民革命軍に合流。 第26軍政治部主任検討代表となった。また、中央東部宣伝部秘書、中央委員会設計委員も務めている。北伐完了後の1929年に、北平特別指導部常務委員に任ぜられ、さらに国民政府行政委員参事、国難会議会員などを歴任した。1932年5月、鉄道部参事に就任して、10月に、道部総務市市長となった。 1935年11月、東大五期中央執行委員候補となり、1937年2月に中央執行委員に補充、昇格している。同年の日中戦争勃発後、谷正しかないは、西北地域の工作を担当することになる。西安陸軍軍艦学校分校の創設を進め、その後、軍事委員会転水養営政治部主任権。 国民党特別党部署機長、先制省党部主任委員などを歴任した。1944年6月、国民党中央組織部副部長に任命され、翌年、第6期中央執行委員に引き続き、選出されている。戦後、谷田田家内は、中央党政軍貫禄席会議で、秘書長に任ぜられた。翌年10月、行政委員、水税区政務委員会委員となり、 11月、政権国民大会代表に選出される。1947年9月、党中央組織部部長に昇進した。国境内戦末期に台湾へ逃れる。以後、第8期から第10期まで党中央評議員を務めたものの、兄の谷正なとは対照的に党でも政府でも養殖を得ることはなかった。1974年11月1日、 台北市にて病没。去年72。ありがとうございます。